こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1972年にカシオから発売されたカシオミニという電卓ですね。今日は現物もね、持ってきてますけれども、こういうものですね。そしてもう一つ、1974年にオムロンから発売されたオムロン8、という電卓です。これもね、現物持ってきてるんですけども、カシオミニのライバルとして、発売された電卓、これを作っていきます。カシオミニといえば12,800円という、個人でも家庭でも買えるようなお値段で出てきたのが画期的だったんですよね。テレビコマーシャルでも使われた答え一発というキャッチフレーズも話題になりました。カシオは当初このカシオミニを1万円以下で発売したかったらしいんですよね。その工夫として6桁までしか表示されない、小数点以下は専用のキーを押して初めて見ることができる仕組みです。カシオミニといえばこの横型のデザインですよね。ソロ版を置き換えてほしいという思いだったのかもしれません。そうして本当に日本の計算文化を一気に変えてしまいました。続いてもう一つの電卓、こちらは立石電機、現在のオムロンからカシオミニに対抗して1974年に発売されたオムロン8です。カシオミニの発売当時、オムロンが特に価格面ではライバルだったんですよね。今回の8はカシオミニの2年後に8桁で8900円という価格で発売。この丸っこくてカラフルなデザインが印象的で好きでした。ということでできました。1971年の段階で国内で電卓を製造販売している会社が35社という資料があります。実際はね、カシオミニの登場以降これがさらに増えていったわけですけれども、電卓は日本の半導体産業も活性化していくことになりました。カシオ幸男さんという当時副社長の方にインタビューをさせていただいたことがあるんですけれども、カシオミニの、発売伝説みたいのいろいろあるんですけれども、実は全然綿密な計画を立てて作った商品じゃないと、当時みんなボーリングに凝っていてですね、ボーリングの点数計算ができる、ポケットに入るような機械が欲しいなっつったら、エンジニアができますよと言ったのがきっかけなんだそうです。ということで来週も作ります。見てください。